あらゆる選択や行動が物語の展開に影響します。ある選択は命を救うことになり、ある選択は死に至ります。それを探すため全てを犠牲にした。何世紀も前に耳にした物語の中の世界、時を超える力と無限の知識に満ちた底知れぬ貪欲な存在、エンティティ。それはすぐそばにありながらも決して手の届かない領域。でもそれも彼を見つけるまでのこと。フランクストーン、私の殺人鬼は、私はオーガスティン・リーバー。この世界に永遠の変革をもたらそうとするもの。ほう、黒幕っぽい人がいきなり出てきたな。ここは、まあ、インヌと見ました。赤ちゃん、エケちゃんがおります。ここにはどうした、いい、言わない、大丈夫、みんな気をつけてね。チューチュー、チューチューより僕の文字見てるって分かったもんね。ポリス、シーダースティールコープ、これあれだ、製鋼所だ。煮えたぎる大釜、シーダー製鋼所、1963年。あれ、1980年ってなんかあらすじ書いてあったけどな。私じゃないですよ、ルンパじゃないですよ。警察、製鋼所の入り口、21時7分。サム、警察はサム、夜間の警備員なんだな。ああそうだ。一人で敷地全体をか。いや、相棒が。今どこに、見回りか。まあな、マーリンは気ままだからな。マーリン、犬だよ、ドーベルマンピンシャー。俺の最高のダチでね、どこまでも忠実な犬さ。俺より頼りになる。マーリン、え、あ、早い。おお、真剣。ちょっと聞きたいことがある。心配。お前と犬で工場を警備してるのか。このサムが何をも、なんだろう、知ってるかで変わるよな。お前と犬で工場を警備してるのか。ここは真面目に聞きたいことがあるらしいから聞いときましょう。いくつか聞きたいことがある。何でも聞いてくれ。名前は？トーマス・ジェファーソン・ホルト。トムでいい。トム。
サム・グリーン巡査だ。サム、トムさん。トム、聞きたいのは。わかってる。行方不明の子だろ。そうだ。ここにいると思うのか。工場は広いからね。シーダーヒルズ一大きい。でもそれは関係ない、うん、俺とマーリンが見張ってるんだからな。妙なことなど起こさせない。町の子供が行方不明になってて、サムはこの製鋼所に子供が紛れ込んじゃってんじゃないかと心配になってきたということか。町一番広いっつってるからね。確かに男性一人と犬って引きでカバーできる広さなのかどうか。まあでも最初からなんかあんまりこう懐疑的に行きすぎて、なんか信頼を失うのも良くない気がするんで、ちょっとこうね、きっとカメラがあるってことかな。これ記録を見てもいいかいっていうのは好奇心の方行きたいと思います。信じてるんだな。もちろんさ。記録を見ても。記録？記録調査。訪問者や時間外に来た作業員の。ああ、それか。時間的に防犯カ、時代的に防犯カメラとかじゃないのか。うん、確かこの辺に。それか。ああ。よし、見せてくれ。お、今のちょっと怪しく見えたぞ。なるほど。あれ？記録を改ざんしているのを見抜いたってこと？これどっちかだな。どっちかを指摘した方が、お前本当にちゃんと管理できてんのかっていうところに行けると思うんだけど、飲んでたことを指摘すると多分その今の警備のおじいちゃんに対していくんだが、記録を改ざんしてるだと他の人が一枚なんか噛んでるよねっていう話になるかな。ちょっとこっちで行こうかな。直接ちょっとおじいちゃんを責めるよりここを指摘しましょう。誰かが記録を改ざんしている。何？誰が？お前じゃないのか。お、俺だ。ああ、言っちゃった。それか相棒のマーリンか。犬に仕事させてるようだしな。そんなんじゃない。自分のためじゃ。出入りのサインを忘れるやつがいるからな。シルヌグイをしてやってる。そいつの名前は？ああ、なんだったか。ハンクだっけ？いや、フレッドだったかな。いや、違う。フレッドかも。しっかりしてくれ。やばいな、俺もトムとサムくらい分かってないぐらいなんだけど。思い出せない。酒を飲むと記憶がやられるからな。あ、そのためにここへ。退役軍人の薬物療法を非難しにか。いや、行方不明の子を探してる。その子を見つけるために1秒も無駄にはできない。ここでは見つからん。もしこの近くにいるなら俺には分かるからな。おじいちゃんは退役軍人なんだね。だから警備もおじいちゃんだけじゃないのかな。毎日だと休めないもんな。ここでおじいちゃんを無視して見回るよりは辛辣か。ちょっと突っ込んで聞いてみよっかな。なんか隠してるっぽいもんね、この感じ。さっきのなんかあのごまかし方といい、ちょっと突っ込んでみましょう。なぜそう言い切れる。薬の副作用で超能力でも得たのか。なんか言ってんじゃねえ。なんか発見って出たな。おまわりさんよ、力になりたいがね。もう言うことはない。よかったら自分で見回ってくれ。どうもトム、そうするよ。発見って言ってたけど何を発見したんだ今。
お安いご用さ。あ、トムだ。おじいちゃんがトム。お酒の方に行ってたら引き出しの中に行ってたのかな。一緒に回った方がいいぞ。確かに広いぞこれ。これは広いな。これはちょっとトム、おじいちゃん一人じゃきついんじゃない？目標、工場に入る道を見つける。あ、ちょっと待って、これはだいぶ動いちゃうな、マウス。うわ、こんなに早く動いてる。何？あ、走れる。マーリン！うん？はいはい。あ、カメラかなりあれだね。マーリン！あ、呼んでますね、マーリン。ワンちゃんの名前だ。あ、カメラ。あ、これぐらいでちょうどいいわ。恐ろしい感度だった。2とか1とかでもいいぐらいだ。開いた窓か。あそこから入れそうだ。どこ？あれか、はいはいはい。まあ、犬のこと呼んでたのはトムかな。よいしょ。よいしょ。セーフティーインボルブスチームワーク。ご安全に。慎重に行こう。はい、慎重に。サム的にはもうここにいると疑ってますね。長年の刑事の刑事じゃねえ、警察の勘なんだ。子供たち、子供たち、時間とか関係するかな、大丈夫かな。今のんびり探していると逃してはいけないものがあったりもするのかな。まだなんかそんな、このエリアに戻ることはできないです。この辺見といた方がいいな。あ、なるほど。調べた方がいいものはちょっと白く光る。あ、従業員の人事記録、入社日2月4日、姓、名前、たん、うん、うん、生年月日1927年。今60何年とかっつって40歳ぐらい。4月17日、現在の職務、機械工、住所、シンガーハウシダヒルス、犯罪歴、暴行強盗一件、アイダホ州メリディアン、1956年5月13日、ナイナイによる、希釈法、3、ファイブドリームズ、水、補助人、主な連絡先、お、医師、証人がお医者さんなんだ。
ある作業員はリーバー医師の推薦のおかげで仕事を得ることができた。ああ、なるほどね。そういうことがあると。リーバー医師って誰？13日金曜日、あら、午後14時から22時、ハロルド・ノリス、デニス・マッカン、バビー・リバース、フランクストーン、フランクストーン、ルー・エステム、夜勤22時から6時、なし。ん？夜勤してないってことか。そういうことだな、多分な。え、なんか特に情報得たみたいな感じになんない？取りこぼしないかな。でも白く光ってなかったと思うんで行っちゃいます。おやおや、なんか見覚えのあるものですね。誰かが蹴破ってくれそうな。てかあれをドアのところに立てかけとくってどういうことさ。閉じ込めてたっていうふうにも取れるよね。鍵がかかっている。ほほ、こう思ってるよりかなり過激だな。え、何が？ザ・ハーシ、ハーシェスト、何が起きるの？ハーシェストフレームイールズ・ザ・ハーデスト・スチール・ハワード・キズ禁止テスター。これなんか外せるとかなのかな。なんかこの辺反応してたけどな、この丸っこいとこ。おい、え、誰かいるか？警察だ。失礼しました。何が割れた？はい、そこだ。だデドバみたいにあの目くらましできるのかな。基本一本道っぽいな。こんなもんか。なんか下に落ちてるとかそういう感じでもない。絶対途中でマーリンに襲われるんじゃないかな。襲われるかなんか合流するよ。襲われたと思ったらマーリンだったって。あ、そこにいるのは誰だ？誰だ？クチャラがおります。クチャラがおりますよ。クチャラがいる。広いなぁ。ちょっとどっちから行くべきなんだろう。うわ、死人のような匂いだ。マジで。ちょっと待って。じゃあちょっと一旦上行くわ。はい。これ多分通れないでしょ。シーダーヒルズで子供が行方不明になって、製鋼所に捜査に来た警察官のサムです。よろしく。
ちが行けんな。行くべきなのかな。迂回、うわ、ルートが複雑で、あーでもそういう感じか。この向こうにクチャラがおります。特に、はい、ない。じゃあ行きましょう。クチャラのもとへ。よいしょ。ああ、この辺もちょっとデドッパーを思わせる気ですね。あ、ただいま9時6分です。クチャラ、クチャラ、うん、おうおう、ああ、グリーン巡査だ。ああ、マーリンを見なかったか。いや、悪いが。うわ、大丈夫か。ただ、この匂い平気なのか。鼻は効かなくてね。昔、前線でちょいとマスタードガスの世話になったもんでな。ああ不幸中の幸いってやつだ。匂いの原因は何だ。どんな匂いだ。よくはない。これは子供がもしかして悪い。トム、鼻毛すごかったな。びっしりだったよね。あー、クチャラーが近い。くちゃってるの？何をくちゃってんの？怖い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 。あ！影に映ってますね。おマーリン、ここにいたか。どこへ行ったのかと思ったら、おい、戻ってこい。あ、まったく。ちゃんと紹介してやろうと思ったのにな。そっちじゃねえだろ。なんてこった。触るの？何これ？全くわからん。戻っていいのかな？ちょっとなんかもうちょいもうちょい器用に見れん、持ち帰れないのかな？お前が置いたのか？いや、誰かがお前の犬を手なずけたようだな。食べ物で。ありえない。マーリンと俺はチームだ。他のやつの言うことを聞くはずがない。え、なんだ、ウィンナーか。おい、お、何これは。何、なぜ拾ったのかをもうちょいくれ、情報。どう考えてもウィンナーじゃないじゃん。なんだこりゃ、あの犬コロメ。ダメだ、こいつは探してるこのもんなのか。そうか、もうだから子供の骨だと思わせるようなものだってこと。でもここで動揺しちゃうと良くないと思う。頼りだってこのおじいちゃん全体頼りにならんから、ちょっと気を強く持たんと。証拠はない。でも、もし結論を急ぐもんじゃない。今夜のお前の推測は外ればかりだ。こん中に入ってたんだ。
まあでもなんかサイズ的にいくとちょっとなんか確かに子供っぽいけどもってなると、なんだ、子供がここに紛れたっていうよりは、仮にこれは子供だとしたら、子供は殺されてこっちに来たみたいな形になるけどな。何？なんだこれ？ちょっと待って、こんなにたくさんのアイテムを見つけてこないといけないってこと？イエー、確かにワンちゃんだとは思ってはいたが、なんだあの音は。え、閉めた？俺の後ろにいろ。これ結構ちゃんと手がかり見つけておかないとまずい感じかな。おじいちゃんはあんまり頼りにならんってことは分かった。で、これは何だ？帽子？ああ、何に使う？よころよかな。知らないのか？俺は警備担当だぞ。うん、ああ、お兄ちゃんは製鋼所の作業自体はしてないんだ。帽子をこじ開けるという。さっきのかな、さっきのを開ける必要があるのかな。あれならちょうど良さそう。何が？どれなら？どれ見ていった？どれ？何を見ていった？サム教えてくれ。登れる。あ、なるほどね。はいはい、もらった。ほうほうほう、何が？こんなもんか。これを見てたのか。これで、あれはこじ開けると。これをこじ開ける道具が必要だな。持ってます。下がれ。返しをして、ういい。よし、これを頼む。車の無線で署に連絡してくれ。あんたはどこへ？あそこにあの子がいるのか？わからない。でも予感がする。嫌な予感が。あと、これを持ってってくれ。大丈夫か？このおじいちゃんに託してそんな。保安官に渡せ。俺にできるのか？ケーキ漬けに一杯欲しいところだ。おいおいおい。お、なるほど、ここでもあんのか。これはちょっとカッコつけときましょうか。サム、今の流れでいくなら。お、マークが、虫眼鏡のマークのあるなしがあるな。
これだから場合によってはこの選択肢が出ないのかもしれんね。なあ、酔っ払いの老いぼれで終わりたいのか？人の役に立つチャンスなのに。そうだろう。らしくない。ヒーローになれるぞ。そうじゃないだろう。お、俺はできるさ。しっかりしろ。いいな。わかった。いいぞ。いいね、こういう熱いの好き。あ、運命が勝った。おお、あなたはトムを信頼したって出たぞ。そうだね、信頼しないパターンがあんだじゃん。信頼してないとどうなっちゃうの？だって今渡してたからさ。あらららららら、で外れた。だって信頼してなきゃ渡さんじゃん。ってなると渡すよね。だから渡したってことは信頼したって思ったから。陽光路して続く道を見つける。広くない？こういう時さ、 A 型だからどうしてもなんか向いてた方向と逆の方から行きたくなるんだよね。ロープレとかでもわざと回り道をしたくなるわ。なんかいわゆる戦、あ、でも戦闘あるっつってたな。攻撃ってあったもんな。拳銃抜いてたしな。あるのか。ファン、ファン、ファン、フルンイース、エクセス。ちょっと明るくしといてよかったね。配信的には。もうちょい明るい方がいいとかあったら言ってください。暗すぎて。うん、わかるぞ。はい。あ！トリンケット。これさっきのあの箱だな。そうしたのは正解だったのか。あれ近いっちゃう感じ。これすぐ上がれそうな感じだな。あ、何の、ま、ための排水か。なんだろう、やり過ごしたりするのかな。この地下は迷路みたい。さすがにここは通れないと。ああ、じゃあ行って正解だったね、先にこっち。行けない。オッケーオッケー。ここがスタート地点。オッケーオッケー。はい。くそ。なんだ今の歯車、意味あんのかな。これを見る見ないがそんなに何か影響すんの。見る。工場内の隠れた場所で誰かが奇妙な儀式を行っていた。ちゃいそうだな。一応一旦こっち見ようか。あー、これをいけちゃうのか。あ、いけない。なるほど。じゃあ一方通行だね。結構細
マンドを見逃さないようにしないとね。あのファンが目的地な気がするので、ちょっとあえて逆を探索してから行きます。よし、異常なし。よし、ここも開かない。よし、これに違いない。ああなるほど、これに違いない。何か、あ、なんでしょう。お、ロケット、女性かな。光が、人形みたいのが置いてあるように見えるんだよな。まあでも私物があるってことは意図的にここにいるやつがいるよっていう。食っちゃうよ。えずいとる、えずいとる、えずいとる。そんな臭いの、そんな臭いってことはですか、もっといっぱい死んでる。そういうことではない。うん、なんだ、あれは何だ。あー、やっぱりね、あそこにたどり着くんでしょうな。じゃあ、気持ちの悪くなる場所だな。それ臭いわな、あれがあんだ。は絶対ある。どんどん奇妙になっていくな。ヒルビリーだ。これはいわゆるボーナス要素なのかな。キラレリック発見したみたいな腕だから。これだからデドバやってる人からするともうたまらん要素なんだろうな。何体ぐらい出てくるんだろう。だが窮屈だな。はいはいはい。お、そっち側に行く。なんてことだ。血ついてる。これを見つけてる見つけてないでそんなに変わんのかな。スキルチェックにせごのや、うん、押して、はい、あ、はい、え、今一番良かったはずだけど、
これ失敗してたら刺さってたのかな、その定期でやつ。わかり見えないからもう調べらんないよ。ってことはもうこれ迫ってますね。ってことだよね。今だって一番グレートの感じだったよ。多分。これで上がれんじゃない。はい。登って。出んのか、今右手やられてたけど。なんてことだ、まるで地獄だな。エケチェン、ユリカゴだ。え、どういうこと？はしごってどれ？斜面で行ったらすぐなんかあいつと遭遇しそうだけどな。あ、はしごでこれか。はしごこれだ。いや、はしご行ったら絶対遭遇するよな。この辺にいたもんな。で、こいつ手怪我してるし、多分登ってるとこ多分ガーンってやられちゃう。斜面から行きますよ。冷静に冷静に。サマいつだって冷静。あーい、ちょっと、え、あい、おーおーい、あいつのか銃持ってる。撃てんのか、撃てんのか。お前、え、ドキドキする。スキルチェック怖い。我慢了呗。フランクスコーンを打って子供を救った。
運命が決定的になった。爪がある。